ヒソの巨人の力を介し、すべての夢の民へ話しかけている。パラディドにある、すべての壁の硬質が解かれ、その中に埋められていた、すべての巨人は、歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディドの人々を守ることにある。しかし世界は、パラディドの人々が死滅することを望み、長い時間をかけ、ふくやかた像は、この島のみならず、すべてのユミルの神谷が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺は、その治めを止まん。壁の巨人は、この島の外にある、すべての事象を踏みならず、そこにある命を、この世から、駆逐するまで。